庄原市西条町の県民の森では、お盆を過ぎたあたりから早朝の気温が20度を下回るようになりました。標高830メートルのスキー場付近では、ススキが爽やかな秋風に揺れ、野鳥や虫の音がこだましています。山裾の小川近くでは、珍しい群生した松虫草の薄紫の可憐な花が見ごろを迎え、色づき始めた山もみじなどが秋の訪れを告げています。本当に朝晩爽やかな、本当に秋の風が吹いてまいりましたので、皆さん涼みにお越しください。この先はキリンソウやリンドウなど秋の花が山々を飾り、訪れた人たちの目を楽しませることになります。